おいお前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。いや、コルネオ様万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい？準備？それならいつでも。ティファ、どう？4人か。急いでクラウドを迎えに行こう。お前、闘技場の何しやがる。エアリス捨てて。クム野郎、待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつが。行くよ。抜け出してきたのか。じゃあ俺たちと遊ぼうぜ。焦る。勝てたね。何しに来た。お前らは不合格だ。やそこから狙える。私に任せて。頑張るね。飛んでけ邪魔だ。やっ、それ。それ。なんとかなった。たまらん。いただきまーす。おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。男じゃねえか。
何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。もうひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。もうひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひうん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな。ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドグッバイ。進捗はどうだ。タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくりたまえ。ひどい匂いだ。エアリス。クラウド。
早く七番街へ行こう。ああ。もう最低。Thank you.
習は後だ。あそこ、やっ、邪魔だ。コルネオが飼ってるのかもな。餌はコーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。俺の仕事だ。私の仕事もあれだよ。いや、くらっけ、いらっ、くらっ、沈め。当然の結果だ。Thank you.
楽勝。そこ終わり。勝負あり。この7番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもん。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅星でも動いたら奇跡だな。これだな。
水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラミにつながってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。
先に渡って様子を見る。ダメ、罪悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。うん、エアリス何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街守ったら。守れたら上で買い物どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
とはまずわかる。悪くない。
出口だよね。この水なくすか減らすかできないかな。同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。何でも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり。手動ポンプでゴミを押し流してください。私、店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。うまくいったな。頑張ったよね。うん。ってことな。
に行って出口を確保する。クラウド、見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファを行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。くっ、クラウド、早く！了解。アバランチへの制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぜ。今さら善人ぶるなよ。ただの巡回だろ。行こう、7番街へ。